はい、どうもめちゃねです。本日私はですね、今石垣空港の方にやってきておりまして、那覇からね、今石垣空港の方に到着いたしました。本日はですね、これからですね、インターコンチネンタル石垣リゾートさんの方にね、2泊させていただく予定でございますので、まあ、早速ね、タクシーを利用してですね、これから向かっていきたいと思います。結構ね、混雑してます。行ってまいります。I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way.はい、とりあえず、ね、今サクッとチェックイン手続きが完了いたしまして、本日はですね、オーシャンウィングのデラックスの、ね、お部屋にアサインいただいておりますということで、これからねお部屋の方にご案内いただけるということなので、早速ねお部屋向かっていきたいと思います。こんな感じでね、ウェルカムドリンクなども準備されていて、いい感じですね。はい、ちょうどね今イベントが、4月の29日、5月3日、5月5日、本日ね5月5日なんですが、花火がね、打ち上がるということですね。楽しみです。今ねコーラルウィングはね工事中でございまして、改装中なんですよね。6月中旬ぐらいまでね改装っていう感じですね。はい、本日ね8階のお部屋でございます。なんか懐かしい感じです。前はなんかマスクが置いてあった気がしますね。プレッシャー与えてんの。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう靴脱がず入っていただいて上手です。今日はね812というお部屋でございます。オーシャンウィングのねデラックスのお部屋ですね。まあ、ちょっとお部屋の感じだけさっと。いや、海がねやっぱりめちゃめちゃ綺麗。はい、レイ君プールがほら見えます。はい、こんな感じですね。はい、ではね早速お部屋の方ね見ていきたいと思います。本日はですね、オーシャン島のですね、こちらエレベーターホール出て左手812ゴーストという風になっております。ちょっとね、見づらいかもしれないですね。はい。で、入っていただいて、このようにね、姿見の鏡がありまして、こちら右側は収納スペースでしょうね、きっとね。はい。こんな感じでですね、クローゼットという感じになってます。そしてこちら、セキュリティボックス。あまりね、見ないタイプですね。セーフティーボックスがございます。でランドリーの袋であったりとかスリッパでございますね。で反対サイドの方にはこのように、はい、バスローブであったりとかハンガー、そしてこちら靴べらとかねシューブラシがあって、あと荷物ね置いていただく台などもございます。まあ、白を基調にしてて綺麗なね感じですね。はい、でこちらがですね水回り。その手前にですね、このように、ミニバーのコーナーがあって、シャンパングラス、ワイングラスとかね、ございますね。はい。で、アイスペールとかもございます。そして、おやつがあったりとか、電気ケトル。そして、ネスプレッソマシンが、このようにございます。この引き出しのところには、コーヒーカップだったりとか、緑茶、TWG の紅茶がね、ございます。この下は冷蔵庫になるんでしょうかね。はい。このように、シャンパン、炭酸水とかね、ソフトドリンクなどもございますという感じです。十分ですね。そしてこちらの奥がですね、水回り。まあ、このようにね、扉もね、閉めていただくことも可能でございます。はい。洗面台。あ、もうアメニティはね、バイレードになってるんですね。はい。で、ティッシュであったりとか、拡大鏡がございます。
どうですかね。まあ、鏡張りでね、結構広い感じですね。で、足元の方に、ドライヤーですね。これはヨニティですね。はい。パナソニックのヨニティ。そして、このようにですね、歯ブラシとか、はい、ボディタオルなどがございます。で、これは、なんか、入れていただくことが可能ですね。で、体重計とゴミ箱がございます。こちらがお手洗いですかね。はい。まあ、こんな感じの、お手洗い、ウォシュレットという感じになっております。まあ、ちょっとしたね、こういった絵なども飾られております。そして、あ、ここもね、閉めていただくことできるんですね。はい。まあ、こんな感じで、浴室となっております。まあ、ここにもね、こういった洗面台がございまして、鏡。そして、洗濯物をね、干していただく物干しロープなどもございますね。はい。結構なんか、リニューアルされた感じですかね。どうですか？結構綺麗な感じですね。そして、こちらの方にシャワーブースがね、ございますという感じです。まあ、レインシャワーはありません。ハンドシャワーのみですけど、こちらアメニティはね、バイレードというふうになっております。はい。水圧は、はい。まあ、ちょっとね、優しい感じではありますけど、まあ、問題はない水圧かなというふうに思います。いかがでしょうか。はい。これがね、洗面台、水回りというふうになっております。じゃあ、こちらのね、メインの主寝室の方ですけど、はい。まあ、このようにですね、ちょっとしたお飾りがあったりとかして、エアコンのコントローラー、まあ、ちょっとね、古い感じはありますけど、今ね、エアコンは十分効いておりますね。で、荷物置く台がね、このようにあって、ルームウェアがございます。これは、どうだろう。ワンピースタイプっぽいですね。はい。そしてテレビがあって、まあ、ちょっとしたデスクもあるんで、これは私個人的には嬉しいですね。はい。で、こちらに、DVD プレイヤーがあって、ティッシュ。そして、USB-A が1箇所と、コンセント。そして、LANケーブルがね、ございます。で、BOSE のね、ワイヤレススピーカーのコントローラーと、テレビのリモコンがね、ございます。はい。あ、ここ電気つけられるんですね。ここが、電気がね、つきますね。おしゃれ。はい。で、テレビが、ございまして、あ、これがね、BOSE の、あのサウンドバーがあるといった感じですね。このソファー広くていいですね。もうね、大人でもね、全然寝れるぐらい、ソファーベッドぐらいのサイズ。もうレイ君ここ気に入ったでしょ。ね。もうレイ君が多分ここでね、占有して、ここで寝るんだろうなっていう感じですね。はい。で、まぁ、ちょっとしたね、テーブルと、こういったチェアもあって、まあね、この絶景ですよ。これをね、見ながら入っていただくこともできるんで、ね、いいですよね。はい。で、こういった間接照明、これもね、おしゃれですね。上もですね、このように間接照明ね、電気がございます。はい。夜はどんな感じになるんでしょうね。はい。で、ツインベッドとなってまして、まあ、こちらの方にもね、間接照明、そしてこちらに南国をね、イメージさせるような、絵というか、なんかね、飾りがあるといった感じでございます。はい。で、こちらね、室内灯とか、壁灯とか、読書灯とか、足元灯ね、ございます。はい。まあ、このようにね、つきましたね。で、こちらの方にも USB-A が1箇所と、コンセントが1箇所、そして電話機、ございますね。ここはね、空ですね。この下は開かないタイプですね。そこカチャって引っ張ってみて。それ。下に。これもね、なんか、照明が木でね、できてますね。はい。OK。レイ君もね、めちゃめちゃこれ似合いますね。それ取らないよ。はい。ここもね、木みたいな感じになってます。そして時計と、こちらにも入り口と室内と足元等と、USB-A とコンセントがあるという感じです。はい。直してくれたの？はい。まあ、初めてね、こちらの、オーシャンウィングのですね、デラックス。いいですね。なんかフローリングなんかもね、非常にオシャレですし、絨毯なんかもね、いい感じで。多分ね、リニューアルされたんでしょうね。
これだったら全然いいです。めちゃめちゃいいですよ。はい。で、バルコニー見てみましょうかね。バルコニーの方行ってみましょう。まあちょっとね、明るいんで白飛びね、しないようにしたいなというふうに思いますけど、まあこちらの方にもね、こういった、チェアがありまして、いいじゃないですか。ここ座りながらね、この景色を独り占めしながらですね、はい、ゆっくりしていただくことができますね。で、ビューね、今日はね、こちら28度でね、ピーカンという感じですね。いやー、やっぱり沖縄来たぞっていう感じしますね。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。ということでね、本日はポイント宿泊でですね、一泊3万5000ポイントというね、ありえないレートで宿泊をね、させていただいてます。2泊ね、させていただく予定でございます。いかがでしょうか。はい、それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。いってみましょう。はい、速度の方出ました。ダウンロードが 0Mbps、アップロードが 22Mbps、Wi-Fi 速度が 34Mbps。まあ、ダウンロードはちょっとね、2回測ったんですけど、両方ともね、0Mbps になってまして、ちょっとね、意味不明なんですけど、まあ、Wi-Fi 速度も、まあちょっとね、そんなに速くないかなっていう感じです。まあただね、こちらも有線 LAN でですね、接続ができてですね、今、PC などはサクサク動いているので、まあ、夜のライブとかだとね、どんな感じなのかなっていうふうなところでございます。はい。はい。ということですね、本日こちらのインターコンチネンタル石垣リゾートさんの方にね、お邪魔させていただいてます。まあ、今回ポイント宿泊でですね、1泊あたり3万5千ポイントで、2泊させていただくというような予定となっております。で、たまたまね、タイミングよくですね、今日最終日ですけど、4月の29、5月3日、そして本日5月5日にですね、花火のね、打ち上げが21時から2分程度ですけど、あるみたいなので、まあ、ビーチから見ていただくこともできますし、まあ、開けてるんで、お部屋からもね、十分見ていただけますよ、ということでございました。で、朝食につきましてはね、このオンライン順番受付、サービス導入ということでございますので、まあ、チェックイン手続き、お部屋のね、レストランのサルティーダだったりとか、八重山とか、まあ、サンコーストカフェとか利用するときには、QR コードを読んで、受付をするという感じなのかな。まあ、ちょっとね、やってみたいと思います。で、それ以外にですね、今ね、ホームページの方にも、オフィシャルホームページの方にも記載ありますけど、コーラルウィングがね、今改装中でございますということですね。まあ、それ以外はね、一般的なものがね、書いてあるかな、といったところでございます。はい。で、まあ、IHG のね、アンバサダー特典でアップグレードいただいて、多分2つアップグレードいただいてですね、ボトムのね、お部屋、スタンダードのお部屋からですね、オーシャンのお部屋になって、そして、オーシャンデラックスというふうになってます。まあ、さすがにね、ベイウィングの方にアップグレードまではね、難しかったというところです。まあ、ポイント宿泊なんでね、これはもうやむなしかなというふうに思います。それ以外ですね、2000円分のね、ホテルクレジットであったりとか、チェックアウトもね、16時まで OK いただいております。で、ラウンジアクセスも頂戴してますので、特典でね、ありますので、後ほどですね、アフタヌーンティーいただきにですね、ベイウィングの方に行って、ラウンジアクセス、ラウンジの方行ってみたいなというふうに思います。いや、久しぶりにね、来ましたけど、前回ね、オーシャンウィングの方のスイートに宿泊させていただいたんですけど、まあちょっとね、建物古い感じありましたけど、ここはなんかね、やっぱり改装されてて非常にね、綺麗な感じですし、めちゃめちゃいいです。十分かなと思います。ちなみに、本日のレートですね。まあ、前ね、宿泊予約取った時は、1泊5万円とかだったのが7万円になり、12万円になり、もうね、先週1週間前ぐらい見たら、もう直前っていう感じだとね、これも1泊14万円からという形になってますね。ベイウィングだと1泊19万円から。ベイウィングのガーデン付きのね、1階の部屋だと30万円からと。いやー。すごいですね。はい。ということで、まあ、それはね、言ってもしょうがないんですけど、まあ、今回は、ポイント宿泊なのでね、楽しんでいきたいなというふうに思います。ということで、まあ、ちょっとね、結構暑い。もう30度近く出てますんで、まあ、プールね、今多分行くとピークの時間だと思いますから、ラウンジでちょっとね、何かつまんでからですね、夕方ね、4時以降ぐらい、ちょっと日が暮れて、ちょっと温度がね、落ち着くぐらいの時間から、プールの方に向かっていこうかなというふうに思います。楽しんでいきたいと思います。行ってまいります。はい、ということでですね、ベイウィングまで、こちらのね、カートで移動していきたいと思います。はい。外はめちゃめちゃ暑くてね、かなり、いい感じでございます。
はい、こちらがですね、今ベイウィングの方に、やってまいりました。やっぱりね、めちゃめちゃいい感じでございます。いや、風はね、ありますけど、めちゃめちゃね、綺麗でいい感じですね。はい、こちらがね、ベイウィングの方の、レセプションといった、ね、感じですね。めちゃめちゃね、清潔感で、いい感じでございます。でこの先の方にね、ラウンジの方が、ありますので、そちらの方にね、向かっていきたいというふうに思います。はい、でこちらの方がですね、まあ、レストランとかカフェとかね、できる、パレットテラスラウンジというね、ところでございます。おしゃれですね、ここもね。はい、でこちらの方が、クラブインターコンチネンタル等と、いう感じになってますので、はい、こちらが階段でもよろしい？あ、もちろんです、はい、ぜひ気をつけてね。ということでラウンジですね。今、まあ、前回はそっか、エレベーターで行ったから力だったね、前回は。はい、はい、ということですね、アフタヌーンティーセットを2セットね、お願いさせていただきました。スイーツでこんなね、モンブランだったりフィナンシェだったりチョコムースとかね、そして飲み物はですね、まあ、いろいろあるんですけど、今日はねアイスチョコレートを出させていただきます。はい、美味しそうですね。はい、ということでアイスチョコレートを出しましたのでいただいていきます。うん、うまっ。はい、ということですね、こんな感じでご準備いただきました。めちゃめちゃね、やっぱり美味しそうですよね、たまんないです。はい、いただいていきましょう。はい、ということですね、まずセーボリーの方からいただいていきたいと思いますね。こんな感じ、キャビア乗ってます。キャビアいただいていきます。うん、うまっ。海のね、香りがします、口の中めっちゃうまい。はい、じゃあね、そちらなんだろう、薄ピザみたいな感じ、キノコの、美味しそう。うん、ピザ、めっちゃピザ、うまっ。いやー、最高ですね。はい、ということで、まあ、ちょっとね、食べ進めてちょっとゆっくりしてね、プールの方に向かっていきたいと思います。バーガー、はい、ということでね、1階の方にやってまいりました。1階の方はね、まあ、レストラン、朝食会場もねあるようなところなんですけど、ここからね外に出て、ベイウィングの方にね、向かっていきたいなというふうに思います。はい、デイ君、そこはプールじゃないからね。はい、まあこんな感じでね、いい感じですね。はい、まあそのままベイウィングまで散策して、ベイウィングの方にね、のプールの方に向かっていきたいなと思います。はい、でこちらがね、室内プールでございまして、こちらがね、オーシャンウィングの、メインプールという感じになっております。じゃあね、とりあえずレイ君の入れるね、浅い方のプールの方に入っていきたいなと思います。ここね、浅いんで安心かなと思います。カメだね、カメだね。うん、あれ気をつけろ。あれ気をつけろ、水が出てるぞ、気をつけてください。はい、まあ、こんな感じでレイ君とね入ってきたいと思います。レイ君立てるんじゃない？立てなかった。はい、こんな感じでね、水が流れてます。はい、でこちら左手がね、ビーチとなってまして、正面がね、ベイウィングの方のね、プールという風になっております。あ、サバーだ。はい、とりあえずね、こんな感じでやってまいりました。はい、ということでね、こちらレイ君がちっちゃい時にね、ここで遊んでたやつですね。レイ君、ここ滑り台シューしてごらん。レイ君、ちっちゃい時ここ滑り台やってたんだよ。
ということでね、私もこちらのね、ベイウィングの方のね、プールの方にやってまいりました。いやめちゃめちゃね、最高です。気温もね、もう今27、8度ありますんで、めっちゃ暑い。かなりね、多分焼ける感じでしょうね、これね。はい。いやでもね、こんくらい、あったかいといいですね。中だとね、めっちゃ寒かったですからね。最高です。はい、ということでね、プール楽しんできまして、これからですね、イブニングカクテル向かっていきたいと思います。こちらのチャイナシャドウの方でイブニングカクテルの、ね、予約を取ってますので入っていきたいと思います。はい、なんとね、イブニングカクテルはビュッフェ形式になってますね。すごいです。はい、こんな感じでですね、焼きそばだったりとかチャーハンとかエビマヨとかもねありましたね。で、子羊のねグリルとか、今ねローストビーフはなかったですけど、ローストビーフなんかもねあるみたいですね。すごいですね、これは。いただいていきましょう。はい、そしてね、こちらが石垣スターリーナイトというオリジナルのねカクテルでございます。はい、じゃあね、まずカクテルの方いただいていきたいと思います。あー美味しい。あ、なんかね、爽やか。なんだろう、ブルドッグみたいなね、ちょっとジンなのかな。金箔もね、上に乗っててね、めちゃめちゃ綺麗。はい、ということでね、いただいていきたいと思います。まあ、まずね、チャーハンですね。うまっ、めちゃめちゃうまっ。焼きそば、うまっ。はい、そしてね、こちらが子羊のグリルですね。すげー肉厚です。いただきます。柔らか。これはね、ものすごい。このクオリティがカクテルタイムでね、フリーで食べれるってほんとすごい。なんかね、なんだろう、ゴールデンウィークのこの期間中だけなのかな。はい、明日はね、またサルティーダの方でイブニングカクテルあるので、まあ、どんなメニューになるのか、ね、非常に楽しみだと思いますね。ということで、まあ、ちょっとね、喋ってるのもったいないのですいません。食べ進めて、お部屋の方にね、戻って、今日はね、9時から花火の、ね、打ち上げありますんで、まあ、そちらの方もね、ちょっと見ていきたいなというふうに思います。楽しんでいきます。めっちゃ肉厚。うん、はい、今ね、風船を作ってくれるねサービスもしていただいてます。デイ君はお花をね作ってほしいということなので、今ねハイビスカスをね作っていただいてます。うん、デイ君一生懸命見てますね。同じになった。で、これに仕上げをつけます。はい、はい、ハイビスカスの花完成です。手をグーッと前出してみてください。待ってくれ、キラで、グーで、グー前にグーって。そう、じゃあ真っ赤な中に手入れます。おぉ、やったー、ありがとうって。はい、どういたしまして、ありがとうございます。レイ君やったね。イエーイ。でもそっちだと食べれないね。収録しながら失礼します。はい、お部屋の方にね戻ってまいりました。めちゃめちゃ幻想的で綺麗な感じですね。この月夜がね、本当にいい感じです。あとはね、この後21時から花火がね上がりますので、そちらね見ていきたいと思います。はい、花火がね始まりましたよ。いやー、すごい、すごいね。はい、一応ね2分ぐらい見てるんで、全部ね見ていきたいなっていうふうに思いますけど、いやー綺麗ですね。
りあえず静かに花火をご鑑賞ください。すごいね。多分これで終わりかな。はい、ということですね。花火も見終わりまして、今日はね、もう夜ライブをして寝るだけという感じでございます。いやー、久しぶりに来ましたけど、めっちゃいいです。まあ前ね、訪れた時はまあコロナ禍っていうこともあってですね、まあフルサービスじゃなかったんだろうなっていう感じで、今回はね、もう多分これ、良かったです。はい。ということで、22時半からですね、またこちらの方からですね、YouTube ライブをお届けさせていただきますので、そちらのアーカイブにつきましては上の方にリンク出しておきますんで、よかったらね、そちらの方もご鑑賞いただければ幸いです。ということで、また明日のね、朝食も楽しみでございます。今日はね、ゆっくりさせていただきたいと思います。おやすみなさい。はい、おはようございます。昨日もね、ぐっすり眠ることができました。これからね、朝食なんですけど、クラブ島の方にね、バギーで送ってもらって、クラブ島の方のね、クラブラウンジで、朝食食べに行きたいと思います。もう今ね、ロビーラウンジ誰もいないんで、いい感じですね。はい、ということで向かっていきたいと思います。はい、ということでね、クラブ島の方にやってまいりました。はい、今ね、朝食会場来ましたけれども、人がね、今こちらの方がまだいないので、動画写真撮らせていただいております。ここもね、雰囲気いいですよね。ハラペコでとりあえずね、ドーナツを食べております。はい、こちらね、朝食のメニューですけど、まずね、ドリンクの、メニューがね、こちらとなっております。そしてエッグベネディクト、結構ね、味が多いんですよね。空心菜、エビとかね、選べたりするんですよね。アジアンテイスト的なやつとかね。はい、で本日のモーニングスペシャル、本日のホットスイーツ、あと卵料理オーダーできます。そしてね、メイン料理でこのサラダですね、ぬちぐすい畑と、島の朝ごはんで、こちらもサイドディッシュもね、オーダービュッフェという感じになってます。あとはね、ちょっとしたものはね、セミビュッフェで自由にね、選んでいただくことが、持ってくることが、ね、できるという感じになってますね。はい、ということですね、島のね、朝ごはん来ました。こんな感じですごいね、バランスが、いい感じでございます。ジューシーですね。はい、じゃあ追加のね、フォークとこちらのスイーツと、はい、枝豆焼き、いやめちゃめちゃ美味しそうです。はい、こんな感じですね、めちゃめちゃ美味しそうです。はい、じゃあね、いただいていきます。危うくね、動画を撮るの忘れるぐらいね、もうすぐ食べ始めたくなるメニューです。いただきます。うん、ジューシー、うま。これがね、オーダービュッフェっていうのは本当にね、最高ですね。明日もね、食べれるので、まあ、ちょっと場合によってはですね、他のレストランに行こうかなと思ってたんですけど、
むしろね、やっぱりこっちの方がいいんで、明日もこっちで行きたいと思います。これね、いただいて一旦お部屋に戻ってから、あのプールね、レイ君いっぱい遊ばせたいと思います。楽しんでいきます。今からね、ちょっと海の方にね、向かって行っておりますけども、今日はね、日差しは出てなくて曇りっていう感じですね。はい、海の方にね、やってきました。レイ君もね、楽しそうですね。はい。ということで、海ね、ちょっと入っていきたいと思いますけど、まあ、アクティビティのね、紹介などもあって、まあ、このオーシャンパークがね、50分、大人2500円とかね、まあ、そんな感じになってますね。はい。じゃあね、海に入っていきたいと思います。まもなく、海駅です。はい、じゃあこっちから入ろう。ね、潔癖症のレイ君はもう海のこのもずくみたいなもう抵抗あるはい、ということでこんな感じでレイ君は海の中のね、あの石みたいなちょっとね、確かに石っぽいのがあるから入るときはあの素足よりですね、私は素足ですけどサンダル、履いていただいた方が安心ですね。はい、こんな感じ結構ね、ゴツゴツしてる。はい、じゃあプール行きますか。水が出てない。本当だね。なんでなのそこは。ねえ、滝みたいだね。滝みたいな。うん。ねえ。よし。待って、一緒に行く？一緒に行く？ふぅ！ふぅ！上手！大丈夫じゃん。そしてこちらがジムですね。こんな感じ。まあ結構ね、あの十分な機器あるんじゃないかなと思います。どうです。はい。はい。ということでバギーが来ないので、なんとね、こちらの車でアルファードを送っていただくことになりました。普段この車どこを送迎するやつなんですか？こちらのカートが充電なくなった場合に、はい、ああ、それぐらいですか。そうですね。あと空港までの、ああ、別途送迎をお願いするときってことですね。はい、ということですね。バギーがね来ませんでしたので、今プールを終えてですね、グランドエースに乗っけていただいてクラブ島の方にやってきまして、アフタヌーンティーのねメニューいただきましたけど、昨日とねやっぱりね異なります。楽しみですね。はい、でこれいただいて、まあ、ちょっとねレイ君を昼寝させて、またプールとか行って、ラウンジとか、もう朝食プール、アフタヌーンティープール、イブニングカクテルみたいなね感じのルーティンになってますけど、もうね最高です。はい、ということで、まあ、ちょっとねアフタヌーンティー来るまでね、待ちたいと思います。あとはね、グランドエースでどういう風にね、空港とかまで、送迎をねしていただけるのかもちょっとね聞いてみようかなという風に思います。まあ一応ね明日シャトルタクシーはねお願いしたんですけど、まあねあれがね使えるんだったら、シャトルタクシーと同じぐらいの料金とかでも使えるんだったらいいかなと思いますので、ちょっとね聞いてみたいと思います。はい、ということで、ね、まあ、こんな感じでね届きました。昨日とねやっぱりちょっと違う感じですね。美味しそうです。はい、それではねいただいていきたいと思います。これがサモサとハモンセラーノのリューグレヨーグルトソースってやつですかね。美味しそう。いただきます。
ほんのり甘くうまい。生ハムの歯ごたえが、ね、めちゃめちゃあってね、これは、ね、非常に美味しいですね。はい、それでは、ね、こちらがですね、始末菜のクロスティーニ島ネギ海ぶどうチェダーチーズという感じですね、いただいていきます。これもね、口の中が、まあ、ツナの、ね、味が結構広がるんですけれども、なんだろうな、チーズと海の幸がね、いい感じでマッチングしてる感じですね。はい、これも美味しい。はい、続いてね、こちらの島豆腐のハンバーグ、結構ね、ずっしりしてますね。うん、うまっ。まあ、この後ね、食べ進めていって、お部屋の方にね、戻っていきたいと思います。まあ、本当にね、ゆっくりとした時間が流れてね、最高ですね。はい、ということですね、今、アフタヌーンティーいただいて、またね、一旦お部屋の方に戻っていきたいと思います。まあ、お部屋行ってまたね、プール行くだけなので、まあ、夜のね、イブニングカクテルですね、大タイアンでサルティーダの方でね、いただけると思いますので、昨日とはまたね、違ったね、まあ、通常の多分オーソドックスみたいな感じになると思いますので、そちらの方ね、いただいていきたいと思います。じゃあ、ありがとうが。お花だらけだ。アイドルいたしまして。ありがとうございます。はい、ね、おねだりして、またね、お花を作ってもらいました。うん、よかったね。はい、ということでですね、今、19時、間もなくね、なるというところなので、これからね、イブニングカクテルの方に向かっていきたいと思います。はい、ということでね、こちら、カクテルタイムのね、大体は、まあ、サクティーだとなります。向かっていきます。はい、ということでね、早速ご案内いただきまして、こちらの方でね、いただいていきたいと思いますけど、まあ、ちょうどね、今 DJ なども始まってまして、プールもね、見える感じになってます。ありがとうございます。ということで、またベストなんでですね、お会いしまして、レイ君ので、今度は剣をね、作ってくださっております。ありがとうございます。グー、グー。お父さん、ありがとうございます。ダメだよ。叩いちゃダメだよ。お兄さん叩いちゃダメだよ。はい。ということで、私のね、剣も作ってくれると、大変嬉しいでございます。これくらいでいいですか？そうですね。長いのにする？ありがとうございます。はい、できました。じゃあまたお会いします。はい、いただきました。はい、ありがとうございます。はい、ということですね、まあ、こんな感じでですね、ローストチキンだったりローストポークだったり、そしてローストビーフだったりとか、石垣牛の、ね、グリルだったりとかね、これはね、やばい。はい、そしてアクアパッツァとかですね、あとはね、海鮮系と、シーザーサラダね、まあ、とりあえずね、こんな感じで1巡目はね、やっていきたいなと思いますけど、ということでね、いただいていきたいと思います。はい、そしてね、こちら飲み物につきましては、スパークリングワインだったりとか、ワインとかね、ビール、はい、そしてね、こういったソフトドリンクもいただくことができます。はい、ということでね、早速いただいていきたいと思います。いやー、びっくりですね。じゃあこちらのグリルいただきます。うん、香ばしい、うまっ。今こんな感じでですね、どれもね、本当に柔らかくて美味しい。はい、いやー、たまりませんわ。レイ君も剣を持ちながらね、パクパク食べてます。レイ君よかったね、剣作ってもらって。美味しい？
はい、ということでですね、まあ、せっかくのねお料理なのでしっかり、ね、集中、全集中して食べていきたいなと思います。これ食べ進めてですね、夜のねプールの方にクリアしていきたいと思います。うまっ、魚。はい、ということですね、着替えてプールの方にね、やってまいりました。もうね9時なんですけど結構ね賑わってますね。まあ、サクッとね、プールでちょっと遊んで、お部屋の方に戻っていきたいと思います。はい、ということで、まあ、レイ君もね、連れて、まあ、夜ね入るのは今日が最後になります。よいしょ、はい、いやいい感じですね。おーおーおー、上手。はい、ということでですね、プールの方ね遊んでまいります。でちょっとね遊んでお部屋の方に戻っていきたいなというふうに思いますので、ライブねこれから22時半からまたお届けしますので、そちらのねアーカイブ上の方に出しておきますので、よかったらそちらの方もねご参照いただければなというふうに思います。ということで今日はねがっつり遊んでぐっすり眠りたいと思います。行ってまいります。おはようございます。昨日もね、ぐっすり眠ることができました。これからねまたラウンジの方で朝食ねいただいていきたいと思いますので、バギーに乗ってですねクラブ島の方でね向かっていきたいと思います。はい、ということですね、本日もですね、はい、朝ごはんこんな感じで、まあ、基本的には、ね、ベースは一緒なんですが、こちらのやっぱり本日のモーニングスペシャル、これはねブリトーでございまして、で本日のね、ホットスイートがキャラメルのなんちゃらってやつですね。はい、そうです。じゃあね、これいただいていきたいと思います。はい、ということでねいただいていきたいと思います。今日はねもう最終日なんで、もうサクッとね、いただいてプールの方にね向かっていきたいなと思います。うん、やっぱジューシーがうまいね、このね味噌汁がめっちゃうまい。うん、いや味はね全体的に優しい感じでね、個人的にはめっちゃ好きです。その他ねブリトーとか、あの微妙にスイーツなんかもね、あのメニューが変わるのが嬉しいですね。はい、ということでいただいて、プールの方行って、今日はねアフタヌーンティーいただいたらもうねチェックアウトという感じでございます。いや大満足、いただいていきましょう。ということでね、今日天気いいですけど、プールね最終日ということで、デッキもサングラスかけて、向かっていきます。はい、ということでね朝食をいただいて今プール三昧ねしてきまして、もう間もなく13時というところでございます。いや大満足、今回の2泊はね本当最高でした。これからねちょっとレイ君お昼寝させてですね、最後ねアフタヌーンティーいただいて滋賀空港の方にね向かっていきたいなというふうに思います。今日はね10時ぐらいから雨のね予報だったんですけど、もうずっとピーカン、なんだったらね石垣来てから一番天気良かったっていうぐらいでございます。まだね雨降る、予兆もまだね、ないので、なんとか持ちこたえそうな感じですね。最高でした。まあ、今回ですね、あの2泊はですね、あの3万5000ポイント ×2 っていうことでね、2泊させていただいております。で、まあおかげさまでですね、ラウンジアクセスもあるということもあって、クラブラウンジのね、お食事など、まあ大体なんでですね、チャイナシャドウだったりとか、サルディーナとかでね、いただくことができて、いや、あれをね、なんだろう、このクラブラウンジアクセス券で利用ができるっていうのは、まあお子様連れだったからっていうのも当然あるんですけど、かなりね、あのリターンが大きかった、最高のね、
ステイとなりました。最高です。まあレイくんがね、本当プール大好きだったんで、またね、ぜひレイくんが小さいうちに遊びにね連れて行きたいなというふうに思いました。ぜひね、皆様もまあなかなかね、優勝での宿泊っていうのは結構ね、結構金額ねしますからね。まあそんなしょっちゅうはやっぱり行けませんけどね。ぜひ機会があれば宿泊してみていただいて、だいぶね満喫していただければいいんじゃないかなというふうに思いました。最高でございました。はい。じゃあね、最後はアフタヌーンティーいただいて石垣空港の方にね向かっていきたいと思います。ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かった方はぜひね高評価ボタンとコメント気軽に残していただければ幸いです。概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひね、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただけると私もね励みになりまして、活動ね継続できますんで、ぜひねよろしくお願いいたします。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。